はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は柴田 K1 王者との八百長発覚、両者格闘技界永久追放についてです。ライジン大晦日において柴田選手は元 K1 王者久保優太選手と戦い、なんと1ラウンド一本勝ちしました。しかし久保優太選手がいきなりツイッターで正直者はバカを見るのかみたいな内容をつぶやきました。そして八百長をしていたことを証明する LINE が流出しました。格闘技において絶対にやってはいけないのは八百長です。八百長することによってその他してない試合まで疑われますし、命を懸けて戦っているファイターに疑惑の目がいってしまうからです。そして今回柴田容疑者選手はまんまと八百長をやってしまったのではなく、炎上 YouTuber として一番の成功を成し遂げたのではないでしょうか。というのもこの LINE 流出については柴田選手は流出するところまでが勝負だったと考えます。 LINE の内容は柴田選手が久保選手に1ラウンドは手加減して2ラウンドに仕留めてほしいという LINE でした。これには伏線があって、柴田選手はわざと怖がったふりをして試合をするかしないか駆け引きをしていました。何のためにこんなに駆け引きをしているかいまいち分からなかったのですが、ただの話題作りと思っていたのですが、これは八百長を認めさせるために陽動作戦としてわざと怖がっているふりをしているのです。というのも柴田選手は90キロ以上あり、総合格闘技やプロレスの試合もしているので、さすがに自分より15キロ近く体重が下の選手にそんなにビビるはずはありません。今回ビビって試合をやらないふりをして八百長を飲ませようとしたのです。そしてここで話がこんがらがるのですが、柴田選手は本当に八百長破りをしたのかどうか、ここが焦点となってきます。というのも明らかに1ラウンド久保優太選手は八百長をしていたと思います。柴田選手に対し言われてみればそこまでフィニッシュを狙っていませんでした。また結果的には柴田選手は八百長破りの下からの十字を決めましたが、実はレフリーが止めたわけではありません。久保優太選手のセコンドである宮田さんがタオル代わりのスティックを投げ、試合を放棄終わらせたのです。柴田選手が実際は関節を決めるふりをして決めずにちゃんと八百長をしていた可能性もあるのに、宮田さんが久保優太選手のことを心配して試合を終わらせてしまいました。ですので本当であれば柴田選手はあそこでわざと技を解いて1ラウンド八百長にし、2ラウンド攻められる可能性だったのではないでしょうか。と言っても柴田選手にとってはどうでもいい話です。試合をし八百長をし、八百長を証明するラインを流出するところまでが柴田選手にとっては試合です。もちろん久保優太選手が流出させることをやめたとしても、逆に今度は柴田選手が流出させたことでしょう。流出させることによって炎上 YouTuber として成功である炎上ができるからです。しかし今回はなんと久保優太選手がおそらく流出させてしまったようです。もちろんこれが全然関係ない第三者が作った捏造ラインかもしれませんが、噂では久保選手のお兄ちゃんが流出させたという形になっています。柴田選手はもちろんこの流出までが計画されています。というのも工事戦でのやり取りもわざと柴田選手は榊原さんの金魚の糞である笹川さんのLINE の内容を動画に探しました。いわゆる裏のやり取りを晒すことを示しています。それが問題になったのですが、そこで柴田選手はこの手をもう一回使おうとし、戦いたくないふりをし、陽動作戦で久保優太選手に八百長を飲ませ、そして八百長をしてもしなくても流出させる計画だったのでしょう。ただこれが大問題なのは柴田選手ではありません。柴田選手は大成功です。大問題なのは K1 王者久保優太選手が本当に八百長を飲んでしまったことです。こうなれば久保優太選手は基本的には格闘界には戻れないでしょう。八百長を本当にしてしまった選手として追放されます。そして柴田選手はもともと格闘技界にないただの炎上系 YouTuber ですので問題ありません。今回炎上しまたまた眺め上がり、パチンコ屋の営業でボロ稼ぎです。それにしてもライジン33でサラちゃんの聴きたくない生歌を聴きましたが、サラちゃんは奥さんとしてはもしかして失格かもしれません。勝手に柴田選手との戦いを決め、そして自分が歌いたいからと言って生歌を歌い、小林幸子のパチボンみたいな格好で久保選手に説教していました。その裏で久保優太選手は柴田に陽動され、操られ八百長を飲んでしまい、格闘技人生を終わらせてしまったのです。今まで悪い奥さんといえば野村監督の奥さんサッチーでしたが、これからはサッチーではなくサッラーが悪い奥さんの代名詞になるかもしれません。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎日7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。